今日の動画は文明発祥前古代人が行っていた戦争についてね語ってみたいと思います。古代ロマンが好きな赤っぽの話の続きが聞きたい方はぜひ最後まで見ていってください。それでは今日もマイケル・ムーアに教えを請うていく。マイケル・ムーアニの宇宙人の話。おさらいですけれども、2チャンネル過去に投稿されたスレッド、主人公のお兄ちゃん、幽体離脱で宇宙に飛んでいって、そこでマイケル・ムーアニの宇宙人と出会って、いろいろね、人間の秘密を教えてもらったっていう、マイケル・ムーアじゃねえし、火星の話。マイケル・ムーアに会った時にね、お前赤っぽだろ、昔火星に住んでいた高度知的生命体という話したと思うんですけれども、その赤っぽの話で。火星の方ではね、核兵器をバンバン使ってね、火星の表面を焼き続けてしまう。でそれで火星がダメになった。するとね、その頃も地球に逃げていた赤っぽ、俺らに似てる生命体のやつらが地球にいるぜって言って、で赤っぽはこれらの生き物の DNA、まあ自分たち自身の DNA を掛け合わせた生き物の種を作って、人は地球でね発生させることにした。で倉庫をねして DNA の操作をしていると、まあ人類が誕生しました。で人類がね4種類いたらしい。1つ目が身長がめちゃめちゃでかい2メートル以上あるトカゲ顔の人類、まあ、それから猿の祖先の特性が強く出た人類、このタイプが2種類、二足歩行する猿、もうほぼ猿みたいなところ、この4種類が出てきた。でね、一番最初に言いました巨人みたいにでかいね2メートルのやつら、そしたらね火星のねそのテラフォーミングのために火星に連れてかれたらしいんで、もう今はいない。で結局ね、地球には猿の祖先のね特性が出た、まあ2種類の人類が残った。ここまでね、赤っぽっていうのはね空に住んでたらしい、宇宙船みたいなやつでそこに住んでたんだけど、この子らから地球に降りてくるようになったらしい。でただね、この2つの人類こう仲が悪かったら、だんだん戦争みたいな感じになってきた。で紀元前7000年頃になっても、この2つの人類の争いがね終わらないままずっと争い続けてた。しょうがないから、もう赤っぽがね介入し始めた。草をね終わらせようということしてたんですけども、そうやって介入していくうちに、ね、その赤っぽ側もねちょっとねこう分裂しちゃってね、この二つの人類に別々の赤っぽが背後についちゃって、代理戦争みたいになってきちゃったらしいんです。でね、この二つの勢力、イスラエルやイラク、インドあたりを拠点にしていた赤っぽ、まあアフリカあたりを拠点にしていた赤っぽグループに分かれると。ただね、この戦争はね、だんだんこのね、中東側がね、有利になっていたらしい。彼らがね、もともと乗っていた母船がね、イスラエルのあたりにあったらしい。技術をね、投入しやすかったということで、この中東側がね、有利になっていくと。でね、この中東側がね、ついに人類にね、核兵器を教えてしまったらしいんですよね。これはね、太陽のエネルギーをね、利用した核兵器らしい。アフリカ側もね、負けるかってなって災害兵器をね、使い始めたらしい。で、この災害兵器のコントロールが効かなくなってきちゃって、大変なことになる。アフリカ側がほぼ全滅に近い状態になって、一体何をしたかって、最後にね、使った災害兵器、水を爆発的に増やすと。これで洪水です。ノアの洪水がここで来るわけですね。でね、その頃は地上がもうね、津波でね、もうぐっちゃぐちゃ。もう住めねえ。赤っぽたちは自分たちの母船でね、一旦空へ逃げると。逃げてんじゃねえぞ。でも、まあその頃、赤っぽの宇宙船の中ではね、人類をね、こう教育をしてたらしいんです。でね、この母船にはね、人類もね、ある程度連れてってもらった人もいるらしいんですけどね、もちろん残された人もいるということで、まあもう多くの人類がね、死滅するわけです。でね、紀元前4000年、母船にいた人類がね、地上に降りてきたんですけれども、まあ赤っぽはね、自分たちの知識を与えたんですけどね、今度はもう道具を与えるのはやめようと。これなぜならね、核戦争が起きるようなね、核兵器とかバンバン使い始めるからやばいってことで、まあ知識だけを教えた。地上に降りた人類が地上で生き残っていた人類に、まあそういった技術とか知識とかも教えていって、メソポタミア文明が出来上がると。ただね、このシュメール人をね、地上に降ろした後も、赤っぽたちはもうどっか行っちゃったのかとマイケル・ムーアに問うと。地球人に結構ちょっかい出してたらしい。マヤ文明の人たちと結構仲良くしてたらしい。マヤ人の頭のいい民族だったんです。赤っぽがすごいこのマヤ人に興味を持ちました。DNA 解析を見ると赤っぽの DNA が強く出てると天体の観測方法を教えていくわけですね。ほんででもあまりにも気に入りすぎちゃって、こんな地球仲になり一緒に宇宙に出ようぜってことで、優秀だったマヤ人グループをね、全部ごっそり引き抜いて赤っぽは宇宙に帰っちゃう。頭のね、めちゃめちゃ良かったマヤ人がいなくなったマヤ文明は破綻の道を歩むわけです。面白いですよね。文明発祥までの話。マヤ文明が急にね、衰退した話、合致してくるんですよね。こう赤っぽが絡んでるんですかね。シュメール人にね、文明を与えたアヌンナキ。この話聞いてくると、アヌンナキって赤っぽなのかな ?2 メートル上のトカゲ顔。それとすごい似てるじゃないですかね。まあ、赤っぽたちがね、DNA を解析、ね、人類を作って、この2種類がね、残って争い始めて、で、赤っぽも分裂して、代理戦争が起こって、世界がぐっちゃぐちゃになり、洪水が起き、で、再度人類が地上に降り立たせて、地上に残ってた人類、降りてきた人類たちが出会い、文明を発祥する。歴史ロマン。作り話ならすごい!ハリーポッターよりすごい。今日はね、マイケル・ムーアにね、教えを請う。地球のね、文明発祥前の地球の戦争、赤っぽ。先日ね、ちょっとコメントで、興味深いコメント、巨大な UFO に遭遇した話とか、幽体離脱の話とかね、
ありがとうございます。僕とこの話のね、磁力にね、引き寄せられて出会えるかもしれない。楽しみですね。私もいろんな出会いを楽しみにしたいと思っております。この番組は、都市伝説、陰謀論、怖い話を毎日18時に更新しております。それでは皆さんまた明日の動画でお会いしましょう。赤っぽ。